はい、今回はすれ違い合戦です。今回は10人なので結構ね集まるかなと思ってます。今回は取れるかな。次のエリア10人、268 77、272、570、936。お、来た。あ、これは勝てる。あれ、間違えた。まあいいや、間違えた。こういうの結構あるんですよ。これはね、しっかりね勝負しないとね、もったいないと思うんですよ。うわぁ、間違えた。こういうの結構あるんですよ。ずっとなんかね、こうやって後ろの R をずっとね、押していくとね、挨拶だけってね、そうやってね、こうやって押しちゃうときがあるんですよ。で、こういう黒いときは弱いんですよね。絶対負けるという合図なんですよ。だから、これは、これでいけるんじゃないの？相手グーが多いから、ちょっとチョキを多めに。だけど、これでいける。絶対いける。120万もいるからね。だから、これはまずは、パーでいこっかな。よし。あとはチョキで勝てる。勝ち。だから半分だから20万くらいもらえるのかな。2万か。なんだ、違った。次は207、467。これだけか。で、今回は勝てるかな、次。あと15国。シングする。うわ、強不機嫌軍じゃん。え、これ攻める方がいいのかな？攻めよう。もうなくなってもいいかな。多分半分ぐらい削られるかな。ちょっとむずそう。お、来た、やばい。あ、チョキパーだから、これはチョキは絶対入れて、チョキとパーだな、こっちも。グーはもうね、やめて。チョキは100、このぐらいでいけるね。まあ、これはカンニングなんですけど、助言を受けます。これゲームコイン1枚で、あと2回使えるんだね。で、これで行く方がいいんですよ。これグーはやめとこう。チョキは、よし、これで113万で、必ずチョキには勝てる。え、これはどうしよう。まあ、いいや、これで勝てる。これ偵察しよう、一回だけ。誰が来るかな。なんだ、さっきの助言ね、間違えてた。偵察だと思ってた。パーで来るね。パー。だけど、パーって言っても、二人いるんだよな。どっちのパーなんだ？
どうしよう。パーだけどいけるかも。これ、まずパーでいって、負けたでしょ？あ、これもう負けたじゃん。だってこれチョキでいっても、勝って、次負けるもん。あー、負けたー。くそー。勝ったけど次が負けるんだよね。これ絶対負けたじゃん。うわ、負けました、ほんと。ほんとにすみません。あ、なんだよかった。25万だけだ。まあ、取れなかったですね。まあ、こんなに簡単ではないんですよね、ほんとに。まあ、ほんとにね、もう。下手なプレイで本当にすいませんね。まあ次回はね、本当にちょっと、兵士を雇っていきます、今度から。で、今回はまあ勝てなかったな。まあということで次回はすれ違い迷宮かな。一応兵士を雇っていきます。まあということで今回はすれ違い合戦でした。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録もお願いします。では、さよならー。